出していこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。足りない。物足りなくなってるよ。 TKD 今なら 1000m 3分切れるんじゃないの。無理切るでしょ。うわー来たか、とうとうこの時が寛永系神。とうとう来たかこの時が、俺が持つ引く通りか。いや最近の TKD の長距離の出来具合がすごすぎる。なるほどね。自分でもちょっと分かってんじゃない。やりゃできる。やりゃできるよね。やりゃできる。これやっちゃったら多分ね、見てる人勇気与えられるんじゃないかな。本当。あの TKD が 1000m 3分切るんですよ。いきなりドキドキしてきた。一回さ、島でさ、坂で追い風8m ぐらいでさ、はいはいはい、やって2分50ぐらいで、はい、チート級のチート。まあそうだね。あんなのなんかチャリンコ乗って走ってるようなもん。ああそうです。それは言い過ぎだろ。いやそのそれに関しても異論はないんだけど、タヌジョーと比較した時あいつ2分20だから30秒しか変わんないの。確かにそれを考えると相当頑張ったくね。前回ね結構頑張ったね実は。なのにさ再生数が回んないよ。回んなかったな。ってことは今回も回んねえじゃん。TKD の 1000m 重要だし。え嘘。サムネ変えよう。変えよう。なんか 1000m っていうサムネじゃなくなってるよ多分。かもしれないね、うん、試行錯誤させてもらって。そうね、はい、シンプルに今回は何もないです。あの TKD が3分切れるか切れないか、もうそれだけです。でも、うん、あれよ、シート 1000m 以外のベストが3分19です。そうですね。はい、動画上がってるか。上がってます、上がってます。カロス確か20か19かちょっと忘れちゃったけど。そうだ思い出した、はい、競技場でやった時だ。あの時もさめちゃくちゃ歯食いしばってさ、 TKD 長距離こんな頑張るんだっていう感じでだいぶグッとくる走りでしたけども、うん、もしね今日やろうとしてることが実現するならば20秒ぐらいの自己ベストってことでしょ。20秒ぐらいだね。長距離も走れてるっていうのあるんですけど、短距離の練習で長い距離っていうの結構踏んでたんですよ。1回だけ654とかもやったり210本とか305本とか。1000m 選手やん。だって654なんてさ 800m 選手のメニューじゃない。そうそうそう。あと18秒で押せなくもないなっていうのは、もうその感覚になってんだ。そうそう、はちょっとある。なるほどね。のでちょっと気になるところでもある。で今しかないかな、やれるタイミングっていうのは。久しぶりなんかこういう企画。そうだね。うん、なんかあー楽しいね。それだけですから、ね、はい。案件なんですけどね。いつからさこのチャンネルはさ金に溺れた。違う、普通の動画撮ってないわけじゃないのよ今現状。俺とヨシキの中で普通の動画が4本ぐらいストックあるんですよ。この時期やっぱ納期っていうのがあるんですよ。納期、納期ね。納期、納期との戦い。だからちょっともしかしたらこのタイミングちょっと多くなってるかもしれないけど、そういうわけじゃないからみんな。そうだね、はい、いやなんか逆に安心して見てほしい。なるほどね、うん、はい、こんなに10万人になってから本当にお仕事を増えてきて、ヨシキ頑張ってんなっていうなんか温かい目で確かにね見てほしいし、うん、他のランチューバーってさ案件動画ってさもう案件動画じゃん。いやキッシュマジでああ言い過ぎだったってマジで。でも案件動画で他のチャンネル見て、うん、面白いと思ったこと一回、うん、ということで今日扱うのがカロスさんのアイテムなんですけど、はい、はい、あ、これどうですかヨシキさん。ヘナタトゥー。お、今度インド動画上がる時のタトゥーですね、はい、そう、これいくらしたの。タトゥーでしょ。タトゥー、タトゥー2000円。2000円。うん、やっぱ2週間ぐらい持つとな。2000円ぐらいでまあまあまあって感じだよね。うん、うん、20円。20円。子供が描けてくるんだよ。子供が描いてんの。そう、うわ。インドの時は、うん、もうなんかおしゃれでこれ結構やってる人多いんですよ、うん、なんで全然恥ずかしくなかったんですけど、日本帰ってきて山手線こうやって乗ってる時に、うん、みたいな、なんかやばいあれみたいな、なんかあの秘密結社みたいな。そうそうそう、消えるんで皆さん。なるほどね。反射になってないんで大丈夫、安心してください。カロスやんけ。だからカロス、前回のカロスさんのこのフェース3がすごくあの好評でして、引き続きまたアイテムを紹介できると。はい、ありがとうございます。なんだろう次1点目こちら、ででーん、 POD2。 はい、 R2D2 じゃないからね。ん、何それ。 R2D2 知らない。スターウォーズさ。ああそうそうそう、ああ、あの金色のやつ。 C3PO です。え、 R2D2 って何だっけ。 R2D2 はあの丸い方、丸い方か。なるほどね。で C3PO はあのこっちの金、これは POD2 で青い方が、青い方がどれも青い丸い方が R2D2 R2D2 で黄色のが C3PO で、これが
POD2 ややこしいな。で、青いのがドラえもん。もう一点、こちらででーん、心拍センサーですね。こちらの心拍センサーが、うん、この腕につけてより正確な心拍をデータをカラスの時計に反映させる。なるほど。やっぱりスマートウォッチの心拍は限度があるというか、はいはいはい、本当の自分の心拍を見ながら走りたい人は絶対にこれとか、こういう胸につけてるランナーとか見ると思う。いますね、いますね、はい、やるべきですね。なるほどね、うん、こちら結構シンプルですね。 POD2、うん、こちらが結構面白くて、体の背中この辺かランニングシューズ専用のつけるクリップあるんですけど、それをここにつけると。なるほどなるほど。どちらでも大丈夫です。データを測っていくっていうアイテムなんですけど、どういうデータが取れるか、 GPS ウォッチの従来の課題であったデータ受信の遅延、屋内距離の精密度、 GPS 信号の不安定といった問題を彼は解決してくれます。うん、なるほど。はい、完璧っていうよりかはより正確にしてくれるっていう認識の方がいいかもしれないですね、うん、GPS 狂ったとか言うし、よく言いますよ ね、 そういうエラーをなくしてくれる。なるほど。めっちゃいいね。公園とか木が多いところとか、うん、やっぱ GPS 狂うんですよ、うん、なんでまあこれ一個シューズとか腰につけてるだけで GPS が正確になるっていうんだったら負担なくつけられますね。僕もめちゃくちゃ軽い。もうつけてるに値しないですよ、うん、軽いでしょ。国内、うん、まあ、基本的に GPS 入りづらいじゃないですか、うん、っていうところでもより正確なものが測定できて、国内トラックのみならずトレッドミルで走るストライドとか距離も自動的に測定してくれる。それすごいな。はい、 POD2 の強みであります、うん、早速いきましょうか。そうだね。はい、はい、よろしくお願いします。 TKD 1000m3 分切り、いきましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。お、シューズだ。シューズはアルファフライ、スーパーアルファフライ、スーパードライみたいに言うな。ああ、もうこの船3回ぐらいやってる。ちょっと怪我にだけ注意で。 1000m なんて怪我する速度じゃねえぜ。クラゲみたいな。ああ、先生やめてよ。ここで怪我したら全部パイ。そうだね。風がちょっと強いのがちょっとこうなんか残念だなっていうところはあるんですけども、うん、アップしてどうですか、その風の影響というか。まあもろともしないよね。おお、もろともしない。おお、いいね、うん、その強い気持ちが大事。関係ない関係ない。じゃあまあ3分切るにあたっての、はい、プランというかプラ作戦あります。ゴースト走行を置いてる。あ、ゴースト走行。確かにあれはゴースト走行は3分後。そうだね。そうそうそう、うん、あいつは、うん、ラスト垂れたから。じゃあもうあれなんだね、その短距離の最初のブーストとか使って貯金とかじゃなくて運動会の初心者みたいなことしてる、うんうん、鬼イーブン。あ、なるほどね、うん、鬼のイーブンだね。はいはい、うん、イーブンがね、うん、一番安牌。まあ安牌安牌安牌。それでできなかったらしゃあない。はいはい。まあ3分切りはもちろん狙ってるんだけど、絶対送信には負けたくない、うん、あいつ今調子乗ってるから、しゃべくり出てしゃべくり出たら、はい、うん、一番尺取ってたよね、あいつ、うん、いや、メンバーの中では取ってたけど、めちゃくちゃ緊張して声ちっちゃかったな。ね、唇パッサパサね、キモーって思って。調子乗ってる送信をここらで私が仕留めようかなと。確かに思いますよ。送信負けないラップでもしとく。だからお前なんだその振りは。ちょっと、うん、アルファフライ、ほんとジョギングに向いてねえな。弾みすぎる。うんうん、分かってきた。ああ、いいねいいね。弾みすぎるよね。そう、使う足、うんうんうん、勝手に。これで使ってないとか言ってるぞ。スピードが出さないとやっぱ上に逃げてくんで、前の力がやっぱりうまく使えた時に発揮するシューズっていう感じしますよね。6プラ4、気持ちはね、作戦あるじゃねえか。ダッシュで行こうぜ。まずこちら、POD2。それはあれなんだ、腰派なんだね。だって寒い。寒いな。気温何度だと思う？ 6。 6？ 答えは分かんないね。分かんないの？天才。え？ 6。 6度？寒い。ほぼ冷蔵庫じゃん。心拍センサーを この辺ですね、気持ち。この辺、この辺、うん、これこれが心拍センサーね。そうそうそう、はい。やっぱりあれなんだね、格好はスプリンターだね。スプリンター？未だスプリンター。スプリンターだね。よしきスタイルでいく。俺スタイルなの。すげえ、スパイダーマンブラックみたいになってる。スパイダーマン3。うん、黒いやつ。絶妙にダセ。あー、最悪。よーい、行こう。頑張れ。
い。こちらがめちゃくちゃ綺麗なフォーム。アルパーぐらいのちょっとマーク使って楽に進んでるイメージができてます。72秒。どうでしょうか。ちょっと分かんないんですけども、動き自体はまだ全然崩れてません。さあ、そしてもう間もなく半分ですね。さあ、ここから500通過、ラスト500です。ここをちょっと耐えたら鐘が鳴るイメージでラスト1周踏ん張って切り替えていくという感じでしょうか。さあラスト400、トラック1周分。さあ、ここからゴースト装置は晴れ始める頃です。さあ、ここを頑張れるか。さあ、頑張れ。さあさあさあ、いいよ、全然崩れてないよ。いや、ここからここから風がちょっと押し始めます。ここから風が追い風に切り替わるので、いいよいいよいいよ。さあ、まもなくラスト200、1800、よし、ラスト200。さあ、ここから切り替えられるか。いいですね、めちゃくちゃ綺麗。ハンターか、お前。いいぞ、通れ通れ通れ。さあ、あと100、専門の 100m。 さあ、ここは粘り粘りたい。頑張れ。あと 40m。 いいね、いいね。これゴール。おお、ガッツポーズ。マジ俺はタイム分かんないんですけども、ちょっと待って。よし彼の反応的にはいい結果が聞けそうなんですけれども、はい、よしそんなんかちょっとジャルジャルっぽいじゃあちょっとこの後呼吸が整ったらエンディング入りますので、そしたらタイム聞きましょう。よし、ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、しゅうえさん、気になる結果をお願いいたします。うん、2分55秒8。はい、いやマジ、うん、余裕やん、うん、どうでした感覚は。最初400入った時結構きつくてうわってなるんだけど、意外とそっからの100がすごい短く感じてて、その100ずつが、うん、まあ、うまくラストも200腕振りでしっかりキープできたんで、100点。そうだね、100点だね。ソシさんが、3分5なので10秒差。相手にならない。いや、湘南のデブ VSTKD は TKD にやったー。ありました。箱根ランナーに勝ったんだよ。でもこれでみんな20キロ行くんでしょ。そうだね。なんなら近年の箱根はこれよりもう5秒早いペースで20キロ行くっていう。すごいじゃんすごいねすごいよね、意味わかんない、やばいよね。で、カロスさんのデータもちょっと詳しく出てるんですけど、うん、平均心拍数164。おーおーおー、意外と低い。最大心拍数は77。あー、なるほどね。もうちょっといけたかな。肺がいっぱいいっぱいっていう感じは、うん、走ってて正直なかった。まだなんか出し切れる感覚もあったっちゃあったんで。そういう感じ。グッとヨシキさんに引っ張ってもらえればもうちょっとひねり出せたからっていうのは。あー、なるほどね。はい、あります。で、これよく見てるんだけど、ストライドジョギングとかだと150ぐらいなんですけど、うん、今回ね177。あー、めちゃくちゃいいね、うんうん、地面を押せて前に進めてるという証拠ですね。そうですね、など、もういろんな数値がこう出てるので、皆さんも欲しいところのデータっていうのをより正確な心拍センサー、うん、POD2 をつけて、皆さんもぜひランニングのクオリティ、練習のクオリティっていうのをどんどん上げていってほしいなと思います、うん、どうですか、YOSHIKIさん、褒めて。ちょっとね、悔しいまである。悔しい、うん、武田やっぱ天才だなと。これで10秒出してフルマラソンもやったらもう誰も口出せないなと思う人は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のところでお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。